じゃあ、あっちゃんです。お買い物終わってきました。安全運転に心がけましょう。ね、ケーキ買って帰りましょう。やねんけどね、ヒカルが言ってた鶏の丸焼きが売ってなかったね。バラバラも行かなかんのかな、ね。まあね、ローストビーフとかその辺買ってきたからなんとかね、ヒカルの好きなものなんとか買ってるからこれでいいとは思うんやけどね。うん、ね、バースデーはもうね、なんか喜ぶもん食べさせてあげたいしさ、ちょっとケーキを買いに行きましょう。ケーキ買ってきます。ちょ、あちゃんです。ヒカルのね、ケーキ買ってきました。安全運転に心がけましょう。まあ、アイスをね、買いだめしてきて買いだめしてきたからね、帰り道モナカアイスを食べながら帰りたいと思います。はい、ただいま何時かな。今ね、車の乗ったすぐはね、時計が表示せえへんのよ。あれ、なんかなんか表示がおかしい。なんかおかしい。どうだ。エラー出た。なんだった。6時20分です。こんな時間に明日から高いんだけど。あ、いや、あと。おいしい。あとね、6個入って、200。どうだ。ね、もうなんか6個入って237円、安いでしょ。ここシャトレーで安いね。だから、うん、あれね、買いだめでいく。お前さんか、かっこいい。おお、これもさ、おいな。ボンネット赤赤ね、ボンネットだけ黒とかやったらかっこいい。まあ、うまっ。私はどうでもいいですけども買いまよ。半分コーヒーで半分ミルクやね。ミルクでバニラやね。美味しいわこれ。うん、バニラだけまでね。うん。半分はね、2種類味わえると美味しいよ。それで買うとね、よかったんけどアイス買えへんし、うん、そうだね、これで買うと溶けちゃうかな。
の、うん、ね、やっぱ受験生なんですね。どうしても、うん、確かにそうやな。あんちゃん結構受験で遊びに行ってたよ。スキーの方が速いかも。今日はなんか高校生なのかなって、だんだんすごい近づいてきてさ、寂しくなってくるわ。だからもう12歳やもんな。こういうことも聞かへんけど、巻き込みは座ってくれたよ。系が好きやからな。頑張って帰って作ろう。
しょう。はい、落ち着きました。では、ご飯に準備したいと思います。